というわけで、今週は第2弾イヤホンシリーズをご紹介したいなと思っております。今人気のカラーでこうパステルでね出てるんですけど、ヘッドホンタイプ、骨伝導タイプ、ワイヤレスイヤホンが出ているようなので、実際にどういう機能がついているか見ていきたいと思います。人気って言われてるワイヤレスイヤホンからご紹介したいと思います。1500円です。色は3色ぐらいあったよね。ピンク、紫、ベージュ、ベージュだね。エアポッツ近いケース、こう挿していただいて、ほんとエアポッツもここにさ、これ光るとこあるけど、ここにちゃんと光って充電も見えるというカラーです。ここになんか可愛いやつをさ入れて、で自分のオリジナルのイヤホンにするみたいな、カスタマイズ性を備えております。音は 割といいかな。外の音も結構聞こえる。センサーがついてて、あの耳から外れたりとかすると自動的に音が止まったりとか。前はこんな機能ついてなかったような気がするけど、ついてなかったですね。その連続再生時間は6時間、充電時間は1時間半でフルに充電ができるみたいですね。フル充電しておくと約2回分の充電があるんです、まあ、でも悪くないよね。めちゃくちゃいいんじゃないですか。いくらだっけ。1500円だよ。1500円だよ。いや全然ない。1500円にしたらね、おしゃれだよ。おしゃれ、かわいいしね。若い子もいいんじゃない。イヤホンでした。こちらが骨伝導イヤホンになります。これはお値段2500円ですね。で前に確か1回ミック買ってきてくれたんだけど、それのさらに新しいバージョンで、カラフルではなかったんだけど、前回はベージュとピンクしかなかったですね。あ紫新色が追加されてます。開けてみましょう。なんかデザインも変わったよね。変わりますね。あのなんか文字盤みたいなのできてます。文字盤ついたの。ちょっと待って、いいかも。前のよりいいかも。あ、本当ですか。ここが違う。あ、ちょっといいかもこれ。来た来た来た。フォーミュージック。あ、ちょっと待って待って待って。あ、聞こえる。ちょっとこれ問題がある。甘いですわ。なんかさ、甘いんだよ。その柔らかくなったのは良かったんだけど、密着度合いが、あ、なんかここが広がっちゃいますね。ここそうでしょ。キュンって。これ問題問題設計だよ。違う違う違う。なんかあんじゃん、そのなんかそのワイヤーなんじゃないの、後ろなんかこうグニャってできるんじゃないの。いやそういう問題じゃない。これはなんか厳しい。いやちょっとこれ審議審議審議だよ。手離して。なんか別に普通にあの離れてますね。ですよね。でそう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 。だから骨伝導なんだけど離れちゃってる。絶対違う。ちなみに充電が多分タイプ C になってる。電池残量ゼロの状態から1時間半でフル充電が可能ということですね。1時間の充電で10時間連続再生ができる。なんか一応省エネモードっていうのがついてて、なんか使ってないと自動電源オフされるそうです。これ見た目良くなったけど、装着感がちょっと 音に関してはね、こことか可愛いけどね、うん、でもまあ2500円だよね。そうですね、2500円なので、まあ骨伝導イヤホンとしては安いから可愛いし、うん、あのまあいいかな、おすすめではあるけどね、はい、ワイヤレスヘッドホンでございます。Bluetooth でつながるヘッドフォンになっております。こんな感じでね、こうなのよ。で、これを広げてこう伸びます。で、頭の形にそれなりにフィットすると。かわいい見た目。どう。見た目は非常にいいんじゃないですか。すごいかわいいですね。あ、これいい。あ、すごいフィットした。あ、音も聞こえないな。うん、結構聞こえない。全然聞こえない。え、これすごい、これすごい。ちょっと欲しいかも。1500円。えぇ、1500円なの。これ、あ、すごい。こっちの方がいい。マイクロ SD って何ですか。これすごい気になったんですけど。マイクロ SD に関しては謎。ちなみにマイクもついてます。マイクもここら辺の穴がそうなのかなっていう。うん。電話操作は接続機が通話機能のある機種のみが使用可能です。最大容量32GB までの SD カードで音楽を再生することができる。SD カードに音楽入れて聴けるんだ。なるほど。で、MP3 のみ対応。ちょっとやってみてよ、これ。はい、というわけでですね、ヘッドフォンに SD カードを入れたら聴けるのかってとこなんですけど、ちょっと検証していきたいと思います。見えますかね、穴に SD、マイクロ SD を入れていきます。よいしょ、入りました。じゃあスイッチを入れて聴いてみましょう。あ、ピッて言った。
聞こえますね。はい、というわけでですね、 SD カードをここに挿すだけで音楽が再生できるみたいです。以上です。こちらも充電時間は 1.5 時間で、最大連続、再生時間が4時間となっています。充電は実はこれ Type-C じゃないです。マイクロ SD です。本当だ、 Type-C に変えよう。今回このね、3つご紹介したんですけど、まあ、聞きやすさとしてはもう個人的にはこれダントツ1位、機能も音質もフィット感もバッチリ、まあ可愛いから音も悪くないし普通に使えるって感じで、ちょっと骨伝導をちょっとね審議だよね、うん、大事な骨伝導にこうフィットしないとそこが問題かなっていう、使えなくはないっていう、ね、可愛さ重視で買う方にはおすすめかなと思います。というわけでこの 3COINS 春のシリーズイヤホンすごく良かったので、ぜひ皆様も店頭にあったらチェックしてみてください。はい、今週もいかがだったでしょうか。来週もまた見てくださいね。バイバーイ。